ライオはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介チャンネル。どうもアンバサダーのトエです。皆さん突然ですがこの漢字読めますか？うん、読めましたかね。そうだとしたらその答えは間違いです。これはですね、幽霊漢字といって読み方が存在しない文字なんですよね。まあ実際似た文字があるんで、それと勘違いした方もいるかもしれないんですが、まあこの文字は例えば中国にある新疆ウイグル自治区の京という字に似てるんですが、まあ、こうやって見比べてみると、まあ、違いますよね。いや、こういう感じで中国にあるやんみたいな話思うかもしれないんですよ。例えば中国から届くこの迷惑メールみたいなんでね、この所得税の税とかが日本で見るこの税と違って向こうの漢字になってるやんみたいなことがあるんですけど、実はですね、この世の中には幽霊漢字と言われるこの世に存在しないのに存在してしまってる文字があるんですよね。これは中国語ともまた違う明らかにおかしい文字なんです。小安さというと明らかにおかしい文字の、まあ、専門チャンネルということで人大文字とかも取り上げてるわけなんですけども、今日はこの幽霊漢字についてお話していきたいと思います。不思議なことに皆さん今持っているパソコンもしくは一部のスマートフォンではこの幽霊漢字と打つとこういった見たこともない漢字たちが登録されているんですよね。誰も読み方がわからない漢字がなぜ登録されているのか、その答えはズバリこの漢字たちは使われてるから。これどこで使われてるか、もう一つの世界パラレルワールドで使われてるんじゃないのかと。つまりこの幽霊文字幽霊漢字を使っている人たちはパラレルワールドの住民なんじゃないのかというのが今日のお話です。存在しないはずの文字、実は先ほど紹介した文字以外にもこういった感じで幽霊漢字と言われるものは存在するんですよね。確かにどことなく読めるような気がするんですけど、決してどれも読み方がわからない。例えば右下のこの文字、ウルウド氏のウルウとか潤滑油の潤とかにも見えるんですけど、やっぱ少し違う。実は門構えにこの玉という漢字は存在しないんですよね。まあ、門に玉なんで、もしかしたらもんじゃ焼きを指すのかもしれないんですけど、まあそういうわけではないと。で、実はですね、一番最初に紹介したこの漢字以外の11文字に関しては、まあ、よく調べていくと、平安時代に作られた新撰辞経などに、その漢字たちが載っているそうなんですよね。ただ、それもあくまで偶然の一致やって言われていて、今は当然使われてないし、突然出てきた文字たちって言われてるんですよ。で、実際この漢字っていうのが、まとまった辞典みたいなのがあるんですけど、まあ、そんな中でも世界最高峰と言われる漢和辞典、大漢和辞典にも、この幽霊文字に関する記述は一切載っていません。ではなぜ現実に存在していない文字がコンピューターに入っているのかと、それにはまあこういう説がありまして、1978年の日本、コンピューターが現代のように広く使用される前の時代のお話なんですが、パソコンにこの日本語の一般表記とか地名人名などを初めてまあ規格として定めたのがこの年だったらしいんですよね。この規格の制定や改正は国家機関であるあの経済産業省経産省が母体となって行ったってことが言われているんで、しっかりとした機関が作ってるんで意味わからん漢字が入る余地なんてなかったってことが言われてるんですよ。でもこの幽霊文字というのは存在すると。じゃあそれをなんで入るようになったのか、この文字を実際の文字として使っている別の世界があるからなんじゃないのかってことが言われだしたんですよね。まあ、知らず知らずのうちにこのインターネットの世界っていうのはパラレルワールドとつながってるのかもしれないと。平安時代の辞典には載っているようなこの文字が使い続けた世界と使い続けてない世界に途中から分かれてしまったんじゃないか。でもインターネット上ではそこはまだ繋がったまんまなんじゃないのかっていうのが、まあ、言われるようになったんですよ。じゃあこの漢字が使われているような世界ってもしかしたらこういう世界かもっていうお話があるんですよね。続いていた昭和の時代、まあ、実はですね、昭和77年の世界に行ったというお話があるんですよね。僕らの世界では昭和は64年で終わってますよね。ただ2012年に投稿されたお話なんですが、この投稿者は昭和77年の世界に行ったってことを言っているんですよ。まあ、これは明らかにおかしい。昭和77年といえば、まあ、2002年に当たるんで2012年の時点でも過去に行っていることになるんですよね。この世界は昭和が続いているもう一つの未来があったというパラレルワールドの存在を示す証拠になっているんですよ。で、この話以外にも昭和が続いているもう一つの未来があったというようなお話があって、こちら昭和65年の1万円硬貨、まあ、こういうものが実際存在するんですよね。まあ、一応1万円硬貨というものは実際に存在して
していて、2020年の東京オリンピックの際にも記念硬貨として出されているんですが、この昭和65年の硬貨も存在している世界があるんですよね。実際には存在しないですよ、昭和65年がないんで。ただこの硬貨、実際に使われたんですよね、こちら側の世界で。もちろん詐欺やということで騒ぎになったんですけど、この硬貨の素材をよーく調べてみると非常にレアなものを使われてると。で、硬貨の形にこの成形する技術も普通に流通している硬貨と同じものが使われてたんですよ。で、じゃあ造幣局が作ったんだ。でも造幣局がそんないたずらで作れるわけないんですよね。さらに驚くべきことに、最初に使ったこの詐欺として言われた騒がれた人物とは別の人物もこの1万円硬貨を使うという事件が起きてるんですよ。なんで昭和65年が存在した世界から迷い込んできた人が定期的にこちらの世界にやってきた時期があるんじゃないのかと。じゃあここで一番最初の昭和77年に行った人の話に戻るんですけど、すごいんですよ。まず通りすがりのおばあさんにぶんどってやろうかと囁かれるんですよね。その時のおばあさんの力は成人している投稿者からしても非常に力が強く、何やこれみたいになるわけなんですよ。で、必死になってようやく手を離すことがね、こうやって振り払うことができたんですけども、この妙な出来事を体験した投稿主はですね、その後帰宅するといろんな違和感に襲われることになるんですよね。まずポストに大量の手紙とか新聞が溜まってるんですよ。で、しかもなぜか同じ新聞とか新聞の切れ端すらあったんですよね。で、この投稿者は家族にはおかしいことが起きてるって言うんですけど、ちょっと逆切れされてしまうんですよ。いや何言ってんだお前みたいな感じで、その他にも昔懐かしの友達に会っても向こうは自分のことを覚えてないんですよ。その友達の名前を言っても違う名前やでって言われるんですよ。怖くない？で、投稿者は今の日付を確認するんですよね。そしたらその日付っていうのが昭和77年、今後もしかして異世界に来たんじゃないのかって思い出すようになるわけなんですよ。混合って何みたいになるわけなんですよね。この投稿者は混合という聞き慣れない言葉を混合という漢字やったっていう話もしてるんですよ。見たことない漢字やったんで、こういう風に表しとるわけなんですけど、謎の漢字なんですよね。で、これ美しいという文字なんですけど、混という読み方はもちろん存在していないんですよ。つまりこういうのが幽霊漢字の元になってるんじゃない。つまりやはり幽霊漢字と言われるのはこういったパラレルワールドから来てるんじゃないのかと。で、この話の中では奇妙なことがあって、飛行機飛んでるじゃないですか。その飛行機のことをその世界ではヘリって言ってたり、他にも電車がなかったりとか、やはり今住んでいるこの世界と違う点が見られたんですよね。で、その投稿者はその後、これ誰っていう自分の家族を自称する人たちに囲まれるそうなんですけど、親父を自称する人間から奇妙なことを聞かされるんですよね。向こうでは地下世代はどうなってる、地下世代って何みたいな、地下鉄のこと、それとも電車のことみたいな。そしたら電車とは何ってなって、電車がないことが分かったりもしたんやけども、この発言の意味は分からなかったんですよね。ただ投稿者がやってきたこの僕たちの世界とはまた違った、人々が地下で暮らしているそういう世界をこちらのパラレルワードの人は知ってるんじゃないのかと。で、実際都市伝説界ではアガルタと呼ばれるような地下都市の存在がしばしば騒がれてると。で、このアガルタというのはアジアにあると言われる地底都市で、地表のどこかや地球の中心部から出入りすることができて、超高度な科学技術や文明が発達しているってことが言われてるんよね。過去の小屋さんでは地球が空洞であるという説も紹介したことがあるんですが、僕たちの常識では地球は空洞じゃないよと、そういうことが科学的には証明されてないわけじゃないですか。もしかするとアガルタのような地下都市は今僕たちが住んでるこの世界ではなく、もう一つ別の世界に存在しているんじゃないのかなと。実際南極で迷ったらなぜかすごい緑がある場所に迷い込んだという記録が残ってたりだとか、ふと目を覚ましたら今生きてる世界と違うところにおったみたいな話ってのはもう都市伝説界でありふれてるんですよね。じゃあこのアガルタのような地下都市は今僕たちが住んでるこの世界じゃなく、もう一つ別の世界があるんじゃないのかと。で、その親父と思われる方と話してると、母親と思われる人と、めっちゃ古いセーラー服着てるやんっていう、娘と思われるっぽいのがやってきて、母親がですね、言うんですよ。この子も違う世界から来て、ここに残ったのよ。ほんと可愛い子と。ゾッとしますよね。この母親は、こちらの世界とあちらの世界、それが存在することを知ってるんですよね。その後投稿主は歩くわけなんですけども、意識が何かに引き込まれるように眠くなったと。次の瞬間目が覚めると自宅で横になってると。で、今いるこの世界に戻ってこれたっていうお話なんですよね。
ただ帰ってきた時に時間軸のズレはなくて、元々のこの世界で数時間過ぎた程度の体験で終わったんですよね。このスレッドは結構盛り上がってまして、こういう面白い書き込みもあったんですよね。昭和天皇がいるってことは、まあ、イフもしもの歴史世界かねと、地下世代とは何だろうと。例えば本土決戦で米軍に押し込まれて地下活動を続けた世代とかというようなお話もあったんですよ。投稿者が迷い込んでしまったのは、どこかでこちらの世界と分かれてしまい、全く別物の歴史を歩んでしまったもう一つの世界なんじゃないのかと。で、まあ、この考察って何が面白いかなっていうと、これ2019年頃の体験談なんですけど、小学3年生の時に、まあ、不思議な体験をしたっていうお話なんですよ。近所の親戚の家に妹と2人でもうお使いに行ったっていうところから投稿が始まるわけなんですけど、まあ、夜8時半頃に自宅を出ると。で、近くの神社を通らなあかんと。でも夜の神社ってやっぱ怖いよねみたいな話があるじゃないですか。夜の神社の暗さに不気味さを感じて走るんですよね。でも妹はそれについてこれなくてこけちゃうと。妹はなかなか立てなくて、立てないってことを言うてるんですよね。どうしたんって言って見に行ったら、パッと妹の足元をなんかよくわからん黒い水たまりのようなものに埋まってる状態になっちゃってるんですよ。妹の足を引き抜こうとするんやけども、抜けることになった。なんなら一緒に沈んでしまったんですよ。ちょっと意識が朦朧として、気がつくと、大きな黒い池に半分浸かった状態で、折れた木に引っかかってたと。空は夕焼けで、池の近くには木造の家が立ち並んでたと。夜やったのに、夕焼けみたいになるわけなんですけど。で、そこから妹と歩き始めると、後ろから、薄汚れた着物を着た優しそうなおばあさんから話しかけられて。で、その方の家に入ることになるんですよ。で、おばあさんの家には、まあ、20代くらいの女性と、中学生くらいの男の子、そしてですね、メガネをかけた30代くらいの男女の3世帯家族が、まあ、住んでるわけなんですよね。えらいたくさん住んでるな、と。サザエさんの家かな、と思うわけなんですけど、まあ、家の中には、昔の日本家屋で用いられたような囲炉裏があると。わぁ、古い家や、と。で、家の中にいた、その人たちの服装なんやけど、ボロボロの着物とか。なんか戦時中に日本で広く着用されていたこのモンペ。モンスターペアルズじゃないです。まあ、学生服とかそういう古い格好してんなーって感じなんよね。で、妹と一緒に着替えさせてもらうんやけども、まあ、食事もくれると。その食事がめっちゃ質素なんよね。ここまで来たら、もしかしたらタイムスリップしたのかと思うようになってくるんですよ。で、自己紹介するんですけど、まあ、自分たちが東京のこの辺から来たんやで、みたいな話をしたら、そこは神奈川の正常市という場所やで、って言われて、東京なんていう場所は存在しないって言われるんですよね。で、疑問に思った投稿主は、ここは日本で何年ですかってことを聞くんですよ。そしたら、林明恵12年。何？え、林明恵？何それみたいな。聞いたことない言語でびっくりするわけなんですよ。それで話を聞いていくと、昭和が73年で終わった次の年号が林明恵と。で、さらにですね、戦時中の世界やっていうことなんですよね。だからもしかしたら、まあ、さっきの話にもあったこの地下世界っていうのはこういう戦時中の世界のことを表しているんじゃないのかと。で、僕たちの知っている世界とは違う世界が昭和20年の頃に一回分岐があったんじゃないのかなってことが言われるようになったんですよ。でもなんでやっぱり1945年かって言ったら、もう皆さんご存知の終戦した年だからなんですよ。もうこういう、まあ、すごい大きな出来事っていうのはタイムパラドックスとかこういう時空の乱れを起こしやすいんじゃないのか、まあ、いろんなパラレルワールドができたんじゃないのかってことが言われてるんですよね。なんでこういうふうに戦争が続いたままの世界もあるかもしれないと。で、まあ、この投稿主の人は最終的に東京を知っているおじさんに会って犬についていけば帰ることができるとリードをされて山道を進むことによって元の世界の方向に帰れたという話だったんですけど、まあ、こういうことでこのおじさんのおかげで助かったとか、なんか異世界って異世界おじさんみたいな人は結構いるんですよ。助けてくれるのって大体おじさんなんですよ。結構そういう点も共通しているんで、マジでパラレルワールドってのは存在してるかもねというお話でした。そして、幽霊漢字、幽霊文字。こういうのを誤って書いちゃう人ってこの世界にいるんですよ。それはもしかしたら、その人は自分が違う世界にいたことを忘れてるだけか、もしくは黙ってるだけで、もともとはパラレルワールドの住民やったかもしれない。実はね、我々が普段使ってるこのインターネットはパラレルワールドにつながっている入り口かもねというお話でした。はい、ということで皆さん今日はいかがだったでしょうか。結構僕パラレルワールドネタすごい好きなんで、こういうね幽霊漢字とかもね見つけた時はめちゃくちゃ興奮しましたね。皆さんもこの漢字見たことあるとか、周りで使ってた人おるとか、いや実はパラレルワールド行ったことあるんですよみたいな人がおったらコメント欄でぜひ教えてください。それでは See you。